まあ、次の課題ですね、まあ、ただ6月15日まででおそらく延長のない国会になりますが、うん、まあ、そういう話をアナウンスして参議院選を戦うことになるかもしれませんね、うん、この展開だと、ね、そうですね、はい、多分の今年4月以降 TOTO のトイレが4割上がるんですからね、うん、そうですね、で石油も小麦粉もいろんなものの値段がこの期末期を超えると一気に1割、2割、タクシー料金もそうですよ、だからそれをどういうやり方にするかね、はい、うん、今上がってくるので調整してるから、うん、もう完全に今もうデフレではないと、うん、コストプッシュインフレ、悪性インフレだよという認識を持って、期間を持ってですね対応していただけたらと、政治家先生が、はい、まあ、片山先生は分かってるんでいいんですよ。いやいや、だから私はまさにその私が常に金融調査会長とかそういう視点でものを見ているのは、うん、過去の経験もあって10選以来ずっとこの危機を何度も何度も当事者としてやっているのと、うんうん、あと私ほとんどニアイコール経済界みたいな推薦団体を持ってるわけですよ、うん、だから自動車から豆腐まで、うんうん、でこれは他にはない目線なんですね、うん、一つの小選挙区でもないし、あるいはその農協の単独の推薦とか医師会の単独の推薦とも違うので、幅広いだからそれ、まあ、ほとんどニアイコール経済界、あの商店街にあるものを全部、丸の内を歩いてもあちこちに関係あるみたいな、そういうところにあるから責任は非常に重くて、でいつもだからこのコロナ感染症に伴う各種支援っていうのもいっぱい持って歩いてるんですけれども、 2.8 兆円という最大の予算を取っているものの一つがこの事業復活支援金なんですが、うん、これはあのいわゆる協力金関係が飲食業とそちらに偏っているわけですよ。 それはお酒を出すなとか、あの食べ物の提供をっていうことを言って、まあ、その根拠としては全然ないわけじゃないですよ。マスクを外して物を食べますからね、うん、で他のところは別にマスクを外さなくてできるものはいっぱいあるということですが、そこは初めあの2万円の時にえってことになって、でだんだん差はつけていったんだけど、それでもカバーできないようなところと、それでは十分お釣りが来るところがありすぎるということ でこの事業復活支援金は何でもいいんですよ、うん、常に関係ないと思われてた建設や建築機材もあの民間のものが今需要が落ちてると実は3割になるんだよって、私経済界の新種に言われちゃったの、はい、建築まで来てるよと今、で売上高と比較して 50% 以上、うん、または 30% が出た、 30% から 50% 減少した事業者、うん、これ個人事業主フリーランスまで出ます、まあ、金額は小さいかもしれないけど、うん、でもあのもらえるんで、だからそれはだから一次支援金協力金よりは広いんですが、まあ、ここで言われてるのはずっとこのところ11月まで、まあ、あのずっとその支援金でしのいできた、でそこで、うん、あの自民党の方でも内閣が変わり、で総選挙があって衆議院がリシャッフルされたっていうところで補正予算行っちゃって、補正予算が12月20日に作った、それでできているのがこれなので、うん、どうしてもすぐに払うってことにならないんですが、それはもう本当にギリギリの方からはもう喉から血が出るような悲鳴をいただいて、私も毎日毎日中小企業庁には言っておりますが、システム設計、そうデロイトトーマツの、ちょっとなんとかなんないのかな、デロイトトーマツの審査が悪くて何度も何度も帰ってくるってクレームが来てますね。あ、そうですか、ね、それもじゃあちょっとしっかり言わなきゃダメですね。そうで、あとはだから50万だけじゃなくて30万ができたので、やっぱりコーディングをちょっと直せば、もうね最近はみんなプロですからコーディングをね SNS で我々に送ってくるので、ちょっと変えればというような話まであるんだけど、それも中小企業庁に全部コーディングごと見せて、こんなこと言われてるよと、うん、まあ、いやそれはもう無理ですみたいな、まあ、ただその、まあ、本当に困ってる人にとってあるのかもしれないけど、30万円をもらうための手続きがものすごい大変だと、うん、そうですね、いうその手続き論も含めてですね、まあ、見直すところは見直すと、できるだけデジタルでできるものはデジタル化するというようなことができればいいのかなという気がしますけどね。だからインターネット入力でありますから、まあ、もちろん助けてあげる税理士さんやあのコンサル会社さんや、あるいは行政主査はみんないて、まあ代行みたいなことになってて、当然説明センターもみんな作るんですけど、この説明センターで割とこう時間が待ちになったりいろいろ起きると、で説明センターの設営の場所を取るのが大変だとか、説明センターの場所と要員集めに金がかかりすぎるっていう議論も散々去年一昨年の国会ではあって、そうですね、だからじゃあ全部海外の一部でやってるのに全て全くオンラインだけっていう世界に実は持ってきたいんですよね。
ただなそれはできない。これはもう逆に言うと街角の小さいお店ね、うん、ファックス未だにだって自民党だってファックス使ってるじゃないですか。いや実はファックスは一番抜けないって話もあるんですよ ね, そ, よね、まあ、それは確かにそうかもしれませんよね仕組み的には、うん、だからまあ誰でも申請できるようなあのオペラ1シートみたいなのでですねできるような仕組みができれば一番それをファックスすれば受け手がですね、うん、OCR かけて、うん自動的に審査するみたいな仕組みができるんであればねそれが一番簡単なような気もしますけどね。あとはやっぱりこう信用金庫さんでしょうねこういうの得意だとすれば、まあ、だから金融機関によるアドバイスはすごく大きくて小さいところほどやってますし、うん、あと今までずっと協力金を最初に緊急事態出したあたりからやってるじゃないですか、うん、その時から継続の人については再度もう一回やる必要はないんで、うん、そこは楽なんですよ。だから今回初めて来る人がどのぐらいいるかですけども案外いるかもしれないなと思うのはいろんな理由で、あのさっき言ったあの輸入コストインフレ的なものとか途切れちゃった問題もこれも回り回ったらコロナですから対前年のこの月っていうのだと当てはまっちゃうかもしれませんね。でこの初めての人はやっぱりあの申告書持ってきたりいるから。そうですね、だって自動車業界だってあのかなり止まってるじゃないですか 40% あの10月あたり 40% かねトヨタは。ですからそういうのでね下請けさんとかその機関工さんみたいな、あと意外とディーラーさんが売らないとお金が入ってこないけど、はい、今ほら7ヶ月待ちだから7ヶ月待ち8ヶ月待ち、もう問題ありすぎですね。だけどこれはコロナが我々 の, あの顔面をバーンと殴ったんですよ。そのコロナに移らなくてもコロナ現象で我々はみんなバーンと殴られて気がついた日本の脆弱性、コロナでバレちゃった脆弱性だからこの際なんとかこういうものの力を借りながら全部直していく。そうですね、コロナが原因じゃなくてもともとあったものがコロナによって表面化したっていうね。そう、その通り。あの痛いの茹で替える状態だったのが、うん、突然沸騰しちゃったみたいな状態、ね、まあ、だからそれによって強くなってきた部分って実はありますよね、やっぱり反省すべきところは反省してですね、やっぱこう政治に頑張ってもらわなきゃいけないんだけど、やっぱり国民の側もですね問題点はある程度理解する必要があるのかなって気がするんですけどね、はい、で今日も朝8時半から、私今日はね4時に起きて金沢から新幹線の始発で戻ってきて、自民党のコロナ対策本部の副本部長を私もしてるので、でいろいろ言って、やっぱりほらマンボウが出た3県というか4地域か、あれで特に沖縄で顕在化したんですけれども、認証店を取った方がもらえる補助金が少ないかもしれない問題っていうのが出て、あなたたち何で、これは今日直させました。えもう改善された、まあまあだからその方針をね、でもそれ普通言われなくても分かるんじゃないのっていうところ で, でちょっと役人の頭が、まあ、あのこれは国と地方のやり取りもあるんですけど、あれは県ですから、県ですからね、県連ですからっていうところはちょっとあるね。うん、だからいろんなね、そのなんだろう、非常の空論的なね、そう、あのいや役人さん優秀だと思うんですが、あの現実社会知らない方が逆に多いので、やはりね官民の相互交流ノミニケーションを徹底的に切りましたから、この20年そうですね、何の意思疎通もなかったりする、まあ、それだけが原因じゃないけど民間自体わからないので、これだったらやめるだろう、やめたらお金に来るだろう、じゃあお金逆転かよっていう、だからいわゆる官民のね、あの癒着だなんだかんだって官民の関係どんどん切っちゃったので、まあだからこうなったら借子定規でも研修をさすとかね、もう交流ができないんだったら行っていただいて研修を。ただこれだってね、私は若い頃に税務署長してて、でその頃はまだあの遠くからね、遠くから見ててね、うちの署員の子が遠くから1日ある小売店お店屋さんですよ普通の、見てて、あ、抜いてる抜いてないみたいな、そういうちょっと買い物に行ってやるとか、割り箸の数数えたりとか、だからそういう時代だったんで、だから抜いてない氷の、あのいわゆる人に何かサービスや物を食べ物を提供することは全く抜かないところがあるのかみたいな、そのまあどこも物には書いてない、誰も口には出していか言わない日本国の実態みたいなのが昔は訓練で分かったんですけど、今全部全敗してますから全然分からないんで、このインボイス問題がここまで揉めるのもそこなんですよ、うん、だから実態が分かってないんですよね、まあ、だから本音と建前の差が存在することも、まあ、あの言わないでいるうちに分からなくなっちゃったのかな、まあなんか無謬性を求めるマスコミとですね、それに踊ってきた国民のですね、
悪い部分が今回のリスクという意味ではですね、コロナの問題も含め出てきてるような気もしますよね。いや、そこはね深いんですけど、この本質は本当にデジタル社会に行くんだったら苦しいけれども乗り越えるんですよ絶対、うん、その2026年3月の、まあ、17項目も含めて本当にそうなるのかと、なるんであればこの数年で激変しますよ状況は。私はそれはあるかもしれないというのある程度は思うんですよね、うん、まあただやっぱりその見直しというのが非常に重要になって、デジタルでできるものもあればやっぱり人間味が必要なものもたくさんあってですね、選挙なんていうのも完全に人間味の世界になってくるわけで、この辺も結構さじ加減をうまく取って世代の変化に合わせていくしかないのかなという気がしますけど、まあ本当にアジャイルに適応できないと、みんなが滑稽な間違いをするということが日々起きておりますが、このさつきチャンネルにおいても、あるいは渡辺さんの文化人放送局においても、すごく似た視点でものを見てるなってこの間思いましたので、私も2月にまた先生のチャンネル行きますので、今回は1月片山さつき最初のゲストとして渡辺哲也さんをお迎えして、今回の一連の、事業復活支援金とか、あるいは、国内回帰向け製造業拠点、あるいは経済安全保障の予算がこれでいいのかとか、エネルギーどうするのかとか、この1年の日本の為替と株価を占う問題をパシッと切ってみましたので、これはずっと定期的に先生続けていきましょう、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さつきチャンネルのご登録よろしくお願いをいたします。渡辺先生の番組もよろしくお願いします、はい、今日はどうもありがとうございました。